来る可能性が高い。何もないのそれ。え、どうなんのこれ、どうなるのこれ。とりあえず隠れ行け。わあ、ばばばば。え、何起きてんのこれ。見たいんだけど。おやばいってこれ。やばいってこれ。まあやばい。待って。これをね、やりたいんですよ。もう完全に英語で何言ってっか全くわかりませんけど、アキヌスカさんというね、制作者さんが作ったミラールーツのモッドだそうです。はい、名前出しちゃったんだけど、昔で言うとね、ベジータのモッド作った人と同じ人です。はい、全く同じ人が、これをアップロードしていたので、作った人がその人かどうかわかりませんが、とりあえず同じ人がアップロードしてるモッドです。で、私はこれ何のセットなんだ？ブーメランいらない。ブーメランはいらない。合ってるかな？合ってるな？煙玉使う戦法だな。で、ジャーキー持ってるな。まあ、ジャーキーはあっても損はしないから。回復は尽きるだろうけど、あー、ちょっと待って、花火いらない。ちょっと戻り玉が欲しい。命より大切な戻り玉だから、これ。俺がなければ、絶対絶命の時に帰ることができない。あ、ブーメランで戦おうとすると、それはしない、それはしないって。一応入ってますけど、それはしません。あ、事前チェックは、ちゃんとしていこうと思ったんだけど、変わってなかったね、それは。アイコンだけはね、左側のアイコンだけはね、ハテナマークがついてるんで、これ後ろの竜もなんか、元のアイコンと違うかもしれない、これ。まあちょっと正体不明のモンスターなんですけど、あのミラボレアスということで。元今から挑むのは、ベアリング・オブ・ザ・サンという、ミラルーツのクエストになります。装備はこんな感じ。スラークでしょう。とりあえず、生存ガン無視でスラークで突っ込んでみますけど、これダメそうだったらどうしよう。私あの、ソロで、あ、ちょっと待って、ごめん、待って。不正が入ってる可能性がある、これ。不正が働いている、この、やっぱり。この間動画作った時そのまんまだ、これ。3、2、1だから合ってるね。6枠で合ってるね。合ってるね。よし。まあいいや、こんなことは。もう、とりあえずちゃっちゃでいこう。ああ、大丈夫です。もう一切絶叫しません、今日は。一切絶叫しませんので、ね。じゃあ行きます！やりごー！お供というミラルーツが映像なし。わー！わ、すげえ。わ、すごくないこれ。ワールドまでね、改変しちゃうっていうね、とんでもないね、この人が作ったやつね。さあ、様子を見てみましょう。まずは戦う前は調査必須である。こいつと戦います。待って、ビューモードじゃ見えない。違う。あれ、どうやったっけ？こうだ。ね、めちゃくちゃそのまんまじゃないこれ。私がダブルクロスで見たミラルーツとね、クリソツなんだけど。すごくない？でも動きはミラーボレアスのまんまかな絶対違うのがわかるんだけど、とりあえず準備します。あ、このマップね、探索する予定でいます。とりあえずね。ちょっとテレポートプラグイン準備してないので、今日はできません。ご了承を。さあ、すでにもう、このモッドを使って倒してるね、動画を見た方はね、一切ネタバレは禁止でお願いします。一切ダメです、もう。言ってはならない。さあ、ミラルーツです。わー、すげえな。そのまんまじゃない？だいぶそのまんまな気がする。音楽が鳴らない。鳴っている。なるほどな、お前。あ、なるほどね。なるほどね。雷の様子がよくわからないんだけど、とりあえず普通に攻撃するけども。普通に攻撃するんですけど。BGM はこれいつのやつなんでしょう、これ。危ない。あー、そっち行っちゃうのね。なんでそこでそうなるのかな、マジで死んだかもしれないあー、やばい、危ねえまた苦手意識がいつも苦手意識が出てる。よし、お願いだから高速技やめて。不動の襲いしてるときは、不動の襲いしてるときは高速技やめて。本当に恐ろしいから。ここはいける。本当はぶっ飛ばしをすればいいんだろうけど、とりあえず肉質チェック。あんま変わってないな、多分。あ、変わってないな。大丈夫そうだ。じゃあぶっ飛ばしよう。恐ろしいな、あの雷。あのブレスはどうなるんだ。範囲型のブレスは
あれ、渡辺さんどうなるんでしょう。今警戒して隠れちゃったんだけど、あれこの辺に石ころ長いっけ。あった、あっ、怖いな。おっ、届かない。ちょっと、いやー、当たるかそれ。しかも不動切れてるし、まずい。こうしないタイプ。うー、危ない。避けられない。いやー、それはね、コンボって言うんですよ、奥さん。それコンボっていうの。いやー、クラッチできない。あー、できた。ちょっと一回落ちてくれ。四つん這いになってくれ。四つん這いになってくれ。よし、ゲージは貯めよう。あー、微妙に離れるな。いやー、いやー。よし、ちょっと待って、回復する。さあ、これでお怒りモードだけど、お怒りモードだけど、はい、よいしょ。とりあえず足についちゃったけど、なんか今顔すごいことになってそうだから、ちょっといかない。顔に張り付きたいところ。いやー、これ尻尾の攻撃だな。転身切れるんですけど、一回ぐらい避ければいい。よし、はい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 、あー、あー、やばい。いやー、ちょっと不意にこっち向きそうで怖いな。足も攻撃できるようにするか、とりあえず。ちょっとただ吹っ飛ばされただけなんだけど。うわ、危ない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 。どうなる、それ飛ぶやつ。やっぱり、いやー、それ一発で死にそうで怖いな。なんか胸が光ってる、よく見たら胸が真っ赤。見てくれよ、胸が真っ赤だ。ああ、ああ、待ってくれよ。待ってくれよ、そのブレスばっかりだな君。え、なんで足いったの。わー、くっそ、反対いっちゃった。ちょっと降りるか。いやー、避けれんか。雷が出るとこが読めない。とりあえず飛躍、節約しようと思ったけど、別に戻れるからいいな、別に。節約しなくていいや。もう一回ちょっと、はい、よし、はい。いやー、マジで隙がねえな。ファインプレスやってこないで、そういえば。また尻尾、はい。さあ、ちょっと装備が使えないので、行動控えめで。それで行動控えめで。月がでかいので、スラックちゃんは。いやー、やめろよ、そこでプレスは。やめてって。やめてって、すごい危ねえ、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 危ねえ。後ろにいると尻尾攻撃しそうで怖いんだけど。うーん、ふぅーん。あれね、これ使おう。よいしょ、このタイミングで顔へ。いやー、ダメか、ブレス4連続だった今。ふぅー、待って、なんか残ってる、残存してる。危ない。さあ、ゴリ押し行くか。とりあえず一撃やめて、一撃やめてくれ。よし、はい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 、はい、あー、ジェット、怖ー。死ぬかもしれない。くっそ、当たるのそれ。いや、結構この雷範囲が広いぞ。いやー、危ない、いくぜ。はい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 、よし、とりあえずひるんだってことは来る可能性が高い。何もないのそれ。え、どうなるのこれ、どうなるのこれ。とりあえず隠れ行け。わー、ばばばば、え、何起きてんのこれ、見たいんだけど。おやばいってこれ、やばいってこれ、まあやばい。待って、ちょっと待って、あー、違う、おい、降りてこい、早く降りてこいって、
どっから降ってくるか読めない。早く降りてこいって。そうそうそう、早く早め、ちょっぱや。よし、あー怖かった、もうマジで怖かった今。よし、あー、まだんかい、ちょっともう、もう飛躍ないんですけどもう飛躍ないんですけど、私あと一回お休みしたいな、ちょっと一回帰還したいな。キラリ落ちちゃったし、とりあえず張り付いとけと思ったけど、ダメだこれ。傷だけはつけられるかなと思ったけど、それやばい。あーよかった。お、なんだ、なに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 な
わまたんかいそれは。一回帰っていい一回帰っていいこれ。ちょ、追い込められて追い込められて煙玉使いたっけこいつに対して。いけるか。やっ、いや当たっちゃった、いやバレちゃった、くっそ。なんだ、帰るか、一回帰ろう。ちょっと待って、一回帰ります、一回帰ります、一回帰ります。まずいっす、まずいっす。調子を整えてからいきます。アイテム使い放題だぜ。アルバトリオンと違って、アルバトリオンはもう許してもらえないから、アイテム期間のため許してもらえないから、まあ、とりあえず、ちょっと真下着地だな、これ。あと思ったらちょっとずれた。はい、開幕ブレス。そのブレスが怖いのよねー。こっちが傷ついてるかな。はいはい、とりあえず第2系出す。これ制限時間60分なのかな、これそれ見てなかったんだけど全然。あっと歩いていくのかな。とりあえず、あー尻尾が来る。あー、はい、ちょっとこれはクイックで離脱、クイックで離脱。ちょっとそれさ、やめてやめてやめて、よし危ない、よいしょ。まだ傷ついてんの、いいぞいいぞいいぞ。ぶっ飛ばしてなかったな今、まずい。それ何の動き、それ。あっ、怒ったか、ぶっ飛ばしていけないや。これは全身、よいしょ。ブレスをもろともせるな、するするな。待って、全身がないっす。あよかったね、本当に。ちょっとまずいっすわ。直前でブレス来ると思わなかったよ。待って、それまずいって、待って待って、まずいって。はーい、よし、あーよかった、あー助かった。でももう猫根性が、猫の根性のあれが発動してしまったよ。攻撃してられないんだけど、この時地道に足攻撃するしかないか、それか胸のあたり。あーくそ、そう動くか。よし、うんうんうん、あ、これやばいやつ、これやばいやつ。これどうすればいい、この時近づけんのか、これ。あ、切れ足じゃない、切れ足間違えた、違う。まったく4連発なのそれ、何連発だろそれ。危ない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 、間違えて切れ足使っちゃった。何回入ってくるんだこいつ、何回入ってくるんだい。迂闊にさ近づけないんだけど、あのブレスの時間に合い、よし危ない。あのブレスが一番ね隙がでかい攻撃なんだけど、それが潰されちゃってるな。飛ぶか、飛ぶな、拘束するか、拘束する拘束する拘束する、お願いだから、こ当たってよ、よし、危ない。どうなるこれ、とりあえず傷つけにくいところ、よし、いいぞ。はい、ちょっと隙がないので、あーもう復帰するか、ゲージを溜めきれないか、さすがにこれ食らうかも。
そういう食らい方。足元にブレスだけはやめてほしい。やべ、やめろやめろ一瞬迷うってその攻撃。はい、ほら、まだちょっと V 破壊が終わってないから絶望できないよブレスやめてよ。いやうーもう怖え。まあいいわいいわ、攻撃の攻撃体制は整ったぞ。どう来る次、これはクラホーもよし、さすが不動のソイ君、信頼してるぜ。よいしょ、ちょっと挑戦者が発動しませんねこれ、挑戦者が発動しませんねこれ。ぶっ飛ばしをしたいですけどどうなることやら。間に合い、当たる、よし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 、いいぞ、これでお怒りだけど、不動来てるから好きだらけだぞ。おら、いけ、角片方壊れてくれ。壊れてない、V 破壊の声声出てないから壊れてるわけがないんだけど、もう一回間に合って、よし、いけ。おお、ちょっとカメラが追いついてないって、ちょっとあまりにも奇抜な動きをしてるかもしれない。やべやべやべ、おっ、回復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 、うわ危ない、ゲージが強化持続ついてるはずなんだけど、これ食らうかも。あー待って、いやー危ねえ危ねえ危ねえ、貼り付けなかった、しかも今、よし逃げれた。いやいや、どうなってんのそのブレス、誰狙いだったの今のブレス。よし、またそれでも転身だからとりあえず大丈夫じゃなかった。いやーいやー、避けろ避けろ避けろ、これは避ける。張り付いた時にあれやられるの本当嫌いなんだよ私あれいけ、はい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 、ん、あー来た、なんだこれ、どうすればいい、これこっちでいいんだよね、もう順当にこっちでいいんだよね。ちょっと待ってね、見たいんだけど撃ってくんのここちょっと待って、またんかいそれ、今やられるとこだったよ、あぶねっっ待って待って待って、安心してられないんだけど、うわうわ、やべえやめろ、すごいとこまで来てる、しかも頭壊れてないからこれまずい、うわ落ちろー、ひーでーホーミング性能はいまいちだなブレスのまずいはずまずいブレスのホーミングはちょっといまいちすぎたら、今遅すぎたぞ今、ちょっと逃げる逃げる、さすがに逃げる、ちょっと距離を取らせてくれブレスだけになっちゃうな、そしてまた雷が残存してるよ、残存が、残存が激しいぞ、ちょっとダメだいけない、どういう攻撃だそれ。とりあえずもう一発で死ぬ恐れ大なので、いやー嘘、こういう時に限って、こういう時に限って、こういう時に限って発動しない、よし、やったくそ、あーくそ、それ2連続はないぜ本当にうわまずいね、ちょっと刺身鱗食べて、スタミナも共に回復食、いい、はい、顔見えなかったけどなんか角赤いな、よく見たら本当に、いやーまた尻尾だ、雷があるぞここ。やべ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 。やべやべやべ。わー。わー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 。飛ぶのかこれ。飛ばないのか。これさ、張り付いてた方がいいかもしれない。よし。で離れる。とりあえずこれは食らいたくない。
この雷は特になんかあるわけじゃないのか。いやでもスリップダメージ受けてるかもしれない。ちょっとお姉さん、そのお姉さんその攻撃は怖いって、マジで急に後ろ踏み向いてベーってやってくるのは本当にやばいんですって。あぶねー、その高速技一番やっちゃダメなやつ。ソロプレイでは禁止行為ぞ。よし、とりあえずゲージを貯める。よーし、危ねー、顔に行け、角折れ角折れ角折ってか、あー危ねー不動の装備が切れるんだよ。もうこのまま行きます。もうこのまま行きますんで、もう突撃して不動が切れたら帰る作戦で行きます。負けてられないもん、負けられない戦いがそこにある。なんでこれ、どこ撃ってたのこれ。負けられない戦いがそこにある。ちょっと貼り付けないっす。マジでそれありえんって、マジで。不動やめよ。頭振ってさ、頭をかすめながら雷のさ、雷のカーテンがやってくるよね。いや、ルーツくん、今日が貴様の命日だ。ね、噛んだわ。貴様が、今日が命日になるぞ。いいのか？うっそ。やめて！やめて！やめて！やめんかい、やめんかい。ちょっとバリスタくん、バリスタくん巻き込まれた。あはは、お友ちゃん優秀なのね。これやばくない？あー、大丈夫か？うわー、来た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 、これちょっと一番遠いとこなんだけど大丈夫これ。なんだこれ、あ、変わってんじゃんこれ。やばい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 、ここアンチじゃない、ここ。あ、意外とアンチじゃない、ここ。あ、意外とアンチだ、ここ。よかった、よし。まだ降ってんの、ちょっと近く行って。まずいぞこれ。早く間に合うかなこれ。あ、バシリちゃんだけ行った、飛んじゃった。高速する、高速する、高速します。うわ、すごいぬるってやってくる。わ、ぬるってやってくるな。ちょっとね、瞬間で高速するのは無理がある。あ、降りてきた。これは高台へのブレス。よし、傷つけ、足に、足に傷つけ。よっしゃ、はい、いいぞ。アンチを作ってるとかいいぞ。無理のない難易度を作っている。もうどっちかっていうと再現重視なのかなこれ。ほら、はい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 、ってか、あとどれくらいなんだろうなこいつ。全然ね、 HP を見てないんですけど、あー、やばいかと思ったら足にいたわ。まずいか、どうなるか分かんないしな。転身いきます。このタイミングで転身置きたいけど、とりあえず頭傷つけたいな。そんな余裕ないか、いけるかもしれない。はい、1回使っちゃった。よし、なんで当たんないのそれ。いやー、飛ぶわ、飛ぶ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 、これは飛ぶ、飛ばない。よし、あー、角、そろそろ一本折れてくれ、お願いだ。ダメか、くー、あっと、なんだい、何の攻撃だこのタイミング。なんか嫌な予感する。それバチ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 いってる、バチバチいってる、バチバチって、これスリップダメージ受けてないこれ。しっぽ、いくぜ。あー、天心切れちゃった、マジで早い。まずいまずいまずい、あーいやー、結構体寄りだったら今のベース。あ、激流装ね。そんなんあったね、そういえば。頭 V 破壊できないんだけど。別に V 破壊関係ないとかないよね。壊れたら弱くなるんだよね。ところで激流装ってもう使える？
メッセージ出た？それがさ、わかんないんだよ、どこに雷来るか。あ、出てるな、もう。ちょ、待って、離れすぎるとまずい。離れすぎるとまずい。この辺で待機。まずいって。こいつ離れてもブレスばっかりだしな。絶対上から雷降らしてくるでしょ。いやー、方角的にはどうだ？こっちだな。もうちょっとこっち。ん？なんだそれ。とりあえずブレスばらまいてますみたいな感じ。とりあえずばらまいとけば大丈夫だろうみたいな考えで、ちょっとばらまいてるじゃん、あなた。ちょっとここの回復三つ虫くん、ちょっと邪魔だな、これ。よいしょ。これが怖いのよ。とりあえず、プッシュまで。いやー、尻尾か。とりあえず、戻り玉にしといて。タイミングバチで。怖いんだよ。その置き攻めやめてくれ、ほんとに。怖すぎるから。置き攻めはやめて、ほんとに。もうダメだったらもう戻り玉だから。それ、リスキルっていうの、それ。ね、リスキルっていう4文字熟語みたいな。4文字熟語じゃないけど。さあ。ねえ、その、私がそっちに回るかの、予測したかのような。収束してる。雷は収束してる。ああ、それはそれだけなんだな。で、先進がつけられるようになったんで、ゲージ溜め切ったら、うん、隙がなくて近づけないんだけど、早くこっち側来てくんないかな。ちょっと激流層当てて隙を見計らいたいんだよ。そう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 、もうちょっと近づかないと私前みたいに空振るからやだ。前みたいに空振るからやなんだよ。え、ね、微妙じゃないこれ、当たる、これお願い。よし、当たった。あ、曲はそのまんま、もしかして。いくぜ、おいしょ。はい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 、ちょっと待って、クラッチできなかったんだけど、いいぞ。とりあえず激流触ったけど、あ、いきなりそれが来るのね。とりあえず真下は安全でしょう。とりあえず真下は安全だと、安全だと思いたいから。明日はな、まあ、ダメだ、安定じゃないや。いや、待って、刺身の子はこれ食わないでやってられない。切れ味上切れ、うおー、すごい雷だ。まだ近づけない、上から降ってくるから、これ。いや、待って、天使に変えます。粉塵振っちゃった。まあいいや、そんなのは。おお、いくぜ。天神来てるから、そんなものは効かない。よいしょ、あ、これだ。よし、やっと、やっとなんだけど、マジかい。もうやっとだよ、もう困ったもんだすよ、本当にもんだすよ。いけー、ダメージは結構入ってるぞ、よく。おいしょ、ダメージは結構入ってますよ。あと高速弾一発残ってるから。やべえ、これいいんだ。ちょっと待って、待って、ブル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 。あ、高速弾、高速弾。あ、ステンバイ、ステンバイ。よいしょ。ちょっと上向いちゃった。あー、もうゲージ切れてるし、こんな時に限って。いくぞー。あー、ダメージだな、ここ。ダメージだな、じゃない。ダメージが通るな。もうとりあえず一本壊したから、いろいろ弱ってるんじゃないか。胸にも集中攻撃当たってない。あ、なんだ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 い、まずい。ブレスだ、ブレス。とりあえず早く早急に逃げる、早急に逃げる。よし。安心できないんだけど、ここアンチか、こいつの右側がアンチかもしれないと思ったけど、そうかもしれない、そうじゃないかもしれない。上見てればある程度避けられるか。あ、ダメだ、下見てた方がいいんだ。あっ、危ない。よし、行くぞ。まだ降ってくるよね、そこ。ここのちょっと弾幕が厚すぎる、ここの弾幕が厚すぎる。密輸席に変えちゃおう。キーとりあえず胸を集中攻撃したい。これ当たるかもしれない。はい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 、危ねえと思ったら食らってた。待って、
あ、やめてくれ。あー、あぶね。よし、回復できた。ひっ、尻尾、尻尾やめて、尻尾やめて、尻尾禁止行為だからね。よし、この雷がさ、張り付いてても当たるってのがまずいっすね。危ないね。よし、もう頭の攻撃はちょっとリスクが高すぎるんで、 V 破壊はちょっと断念だな。うわー、間に合うかこれ。あ、大丈夫か。うん、2回連続だ。さあ、2回連続。待って、もうゲージ切れてる。よいしょー、3回連続は読め、3回連続は読めなかったよそれは。危なかったな。ゲージを貯めよう。30分くらいかかるんだなこいつと戦うときは。あー、やったー。どうだー、倒したぞ。作ってくれた人ありがとう、楽しかったよ。あー、じゃがんが出た。ジャガンが出たぞ。何回死んだ私、4回 ?3 回 ?4 回ね、あとはね、降臨しか出ないの。あと降臨しか出ないんだけど。なんだこの配信さんだね。まあいいや。月食だか日食だかよくわからないあの空と、あっちも赤くなってるし、なんか太陽3つぐらいないこの世界。この空すごいな。というわけで、見事ミラルーツ、倒せました。どうもありがとう。あ、問題は、あるようでなかったけど、ね。さあ、いただきだぜ。素材は特に変わってないようですけど、ね、装備は、なんか、あるっぽい。うん。装備はあるっぽい。こいつの。まあ、なさそうだな。なさそう、だ、ね。あれ？あれ？あれ？俺じゃね？ちょっと待って。色が多分俺黒だから変な風になってるけど。俺では？エスカドラのアルファが上がってたんだ。あー、そっか。ちょっと待って。重ね着に変えます。重ね着に変えます。普通にドラゴンが変わってるかと思ってた、私。だから見た目事前に変えといたのに。これだ。あ、インプレスじゃない。違う違う違う。エスカドラのアルファ。ベータは？ベータは変わってない。アルファだ。ほほほほほ。ちょっと、ここ見にくいな。外を出て、